これ結構ギリやね。まあ止めれんことはないけど、まあ一台が限界やね。結構綺麗に整備されてますね。なんか味あるわ。ぐねって曲がっとる。このぐねり具合がおもろいかも。これしんどいな。これちょっときついで、普通に。これないとちょっと危ないわ。もう足がね、そうね、足の裏の半分ぐらいしかついてない。これは結構危ないな。降りる時とか要注意やわ。あら、閉じちゃった。閉じてもうてる。まあ変なやつ多いからな、最近。こんな田舎でも。神社なんかしょうもない窃盗するやつとか、悲しいな。閉じてもうとるやん。多分地震やね、これも。なんかシロアリ駆除の防腐剤の匂いがするな。とりあえず嗅いだあかん匂いしよるわ。あれの面塗ったんかな。なんかそこにいたら匂ったけど、ここに行ったら匂わんようになったわ。特へ経10年マス駅群山津そんなにカビてないっていうことが比較的新しいね。あ、ここもこの作りやね。前ほら、うわーでっかいこの木。これもご神木か、後で撮ろう。前の行った神社もこんな作りやったわ。この辺の神社の作りってみんなこうやね。こうなんか三段重ねっていうか、
か特徴のある作りは。あれとか磯かなんかでこの辺塞いで、うん、光のあれ稼がんと、磯稼がんと多分取られん。うわー、もうこれはどうやねん、なんかやっぱシロアリ駆除のあれの匂いがする。あんまり長居は模様かも。絶対体に良くない匂いがしてる。平成2年か。平成2年に建てられたけど、多分地震で潰れてもうたんやな。ここまでは車でよういかんいんでしょう、この道は。じゃあこの道は何のためについたんのって言ったら、はてなんやね。見てこれ、こんなんでも何年生きたらこんな大きになんのやろうね、木なんか。あー、この、あー綺麗やわー、これすごい綺麗。これ色に伝わるかな。もう桜より好きかもしれん、こういう方が。あー、この太陽の暖かみ。太陽黒点は補正されてるのかな、これ。ちょっと帰ってみようか。どんな絵図になったのか。ああ、クスノキか。クスノキやろうね。でっかいや。これなんやろ。これもクスノキかな。ありがとうございましたやで。頭打っても誰も助けに来へんと思う。何日後かに死体となって発見されてるパターンよ。令和、だからここが倒れたんやね、これが。いや、ね、地震やでこんな。これでもこの石に開いてある穴ってなんやろうね。これが多分昔の、いや、
ありがとうございますやで。サルタゲン大臣、なんて読むか知らんけど、サル、憑依のイかな、サルイ大臣。